下関。今バスで来ました。下関ね。はい、ちょっとね40分ぐらいあるんで、ちょっと下関の街をねちょっと見たいと思います。もうすごいですね下関。なんかすごい下関ですね。下ね、下関、そこに安倍元首相のね事務所ありますよね。なんだこれ、太鼓か指導だって。下関行ってみましょう。すごいレトロ、昭和の感じすごいですね。シネマ三振、なんだなんだこれ。今下関の裏側なんですけど、ね、この先に安倍元首相の、ね、事務所あるんで、ちょっと、ね、行ってみたいと思います、ね、来ましたですね、安倍晋三事務所ですね。あ、ここですね、安倍さんです。あ、ね、本当残念です。本当悔しいですね。駅から5分ぐらいですね。安倍さんの事務所。はい、ちょっと残念ですね。はい。はい、こうお花をね、こうさっき2人こうね、みんなお花を渡してますね。こうちょこちょこね、はい、みんなお墓のみんな渡してます。ね、安倍事務所から今、安倍さんの事務所から戻ってきました。ね、こんな感じです。さあ、次行きます。